脅威の部屋の一群を描いた絵画コレクションは、物を広く集めること、また集められたもの。収集、収集物、所蔵品。収集は、収集とも書く。趣味としての収集活動に対して使われることが多いが。また、研究用資料、博物館や美術館等の所蔵作品群、近年では、作家の著作集などに対しても用いられている。 服飾においては、ファッションデザイナーや服飾ブランドが開催する展示会、及びその作品群を指す。ただし英語では、ファッションウィークと呼ぶのが一般的である。また、日本では一般的ではないが、英語圏では募金、寄付金、献金、集金などのことも、コレクションと呼ばれる。のみの位置には、多くの収集家が集まる。収集は、 人間の生活において広い範囲にわたって見られる行動であり、美術館や図書館、博物館などに代表されるように文化財の収集、蓄積は文化の発展に大きく寄与してきた。またそのように集められるものは有形のものに限らず、無形の知識や言い伝えなどもしばしば収集の対象となる。現代では個人の趣味として物を集める人も多く、 そのような趣味としてのコレクションでは芸術品などの高価なものから集めている本人以外は見向きもしないようなガラクタまでありとあらゆるものが収集の対象となっている集められたものすべてが必ずしもコレクションとなるわけではない例えば商業活動を通じて金銭を集め財産を増やしていく行為はコレクションとは呼ばれないし医師が自分の診療所にいくら多くの患者のカルテを 持っていたとしてもそれはコレクションではない。これに関しバルター・ベン・やミニア、ジャンボード・リアールのような哲学者は、事物が本来の実用的な機能から切り離されて、日常とは別の体系に組み込まれることをコレクションの性質だとしている。また歴史家のクシシとフッポミアンは、歴史家の実践においてコレクションは単なるものの、体積とは以下の3つの点で区別されるとしている。 コレクションを構成する品物が一時的あるいは永久に営利活動の流通回路の外に保たれていること。コレクションを構成する品物の集合が特別な庇護のもとに置かれていること。コレクションがそのために閉じられた場所の中で視線にさらされているということ。精神病理学においては認知症や統合失調症の患者に見られるような 身近なものを捨てられずむやみに溜め込んでしまう症状を収集症と称する。また精神科医のカス武彦は収集癖に神話性が高い病理として脅迫神経症を挙げている。ベルリン博物館の鉱物コレクション芸術や学問においては先行作品や資料、文献などが後世に伝えられることがその発展の上での条件であり、したがって 文物の収集は芸術、学問の諸分野で重要な役割を果たしている。特に著作、文献の収集としての図書館はすでに紀元前7世紀にその例があるが、これはあらゆる学問研究の基盤をなす収集であると言える。学問の諸分野のうちで特に収集と深い関わりがあるのは博物学であり、動物、植物、鉱物などの自然物の収集と分類が、 その基盤である。この分野においては趣味による採集を通じて新種の発見がなされるということも多い。考古学においては古代の人類の遺物が古生物学においては太古の生物の化石が収集、研究の対象となり、民族学においては民芸品のような有形のものに限らず伝承や民謡のような無形のものも収集される。 絵画の売買の様子美術品の収集の歴史は古く、ヘレニズム時代にはすでに権力者、政治家、学者らによる美術品の収集、公開が行われており、また古代ローマの支配拡大に伴って、戦利品として古代ギリシアの美術品を持ち帰るということもしばしば行われた。中世ヨーロッパにおいては、教会が美術品収集の中心であり、彫刻や工芸品のほか、 写本や珍しい動物の標本などを宝物庫に所蔵し、中世末期になると、宮廷や富裕な市民の間でも、世俗的な美術品の収集が行われている。ルネサンス期においては、国家的なまとまりがまだ生じていなかったイタリアを中心に、メディチ家をはじめとする富裕層、支配者層の間で古代美術を基範とした美術品収集が行われ、あるいは考古化によって、 骨董品収集が行われ、それにより国内外の珍品を集めて展示するブンダーカンマーが作られるようになった。このような私的なコレクションは、啓蒙主義の時代とそれに続く、フランス革命によって次々に公共化されていき、そのいくつかは今日存在する美術館、博物館の基礎となっている。日本においては奈良時代の焦燥院に代表されるように、 剣道物からなる権力者のコレクションが存在したが、個人の美意識に基づいて収集が行われたものとしては、足利義政による東山魚物などが早い例である。戦国時代から、江戸時代には、茶の湯の流行から、各地の好き者、大名によって、茶道具や古書画が収集されており、江戸時代後期になると、文人趣味の流行から、中国の書画骨頭が収集の対象となった。 明治時代になると西洋の美意識が輸入されるようになるが同時にフェノロサラによって日本美術の独自性が打ち出され美術収集の方向性に大きな影響を与えた。フェノロサ自身明治10年代に多くの日本美術を収集しており現在そのコレクションはボストン美術館に所蔵されている。明治後期からは増田隆、原富太郎、根塚一郎 岩崎や太郎など実業家によって、古が古事記を中心とした美術品の収集を行われており、現代でもこのような個人コレクションが後に美術館の基礎となる例は多い。近代において市民社会が発達すると、一般市民の間で趣味としてのコレクションが広く行われるようになる。このような趣味においては美術品、工芸品などの比較的高価なものから、 気候本や古地図、動植物や鉱物標本など、資料的価値のあるもの、効果、切手など、収集の歴史の長いもの、模型や玩具、記念品や土産物のような比較的安価なもの、食料品のパッケージや包装紙のようなそれ自体は価値のないようなものに至るまで各人の好みに従ってほとんどありとあらゆるものがコレクションの対象となっている。ファイルに収められた トレーディングカードのコレクション現代では、ものの種類による収集ではなく、特定の漫画、アニメーション作品やそのキャラクターの関連商品を収集する例も多い。またトレーディングカードや食玩のように、はじめから消費者によって収集の対象とされることを前提とした商品も数多く生産されており、このような分野においては特定のシリーズをすべて収集することが目指される。 また近年のインターネットの発達により、情報交換サイトやネットオークションでの取引も行われるようになっており、収集家同士の間では未開封の商品や新品同様の商品がしばしば高値で取引されている。ありがとうございます。